じゃん。こんにちは、アムティー。はい、まえのんです。今日はですね、DJ オズモポケット3を購入したので、こちらをね、開封していこうと思います。よかったら最後まで見てみてください。どうぞということで、早速開けていきたいと思います。いや、ずっと欲しかったんですよね、オズモポケット。欲しかったんですけど、なんか買うタイミングが逃してしまい、そしたらもうオズモポケット3がね、発売されて、今日撮ってるのが12月なんですけど、先月とかに発売されたのかな。開けていきます。嬉しい、どうしよう。バッテリーかな？あ、ケーブルだ。ケーブル。コンセントのあの差し込むところと、このさ、え、これ何？これストラップかな？付属品はタイプ C のやつとストラップと、え、なんか新しいもの買うとワクワクする。これ何これ、これ何ですか？あ、はいはいはい、こうしてオズモポケット2と悩んだんですよ。すごいね、安くなってたので、もうこれが出たから2でもいいかなと思って、しかもなんか3が結構大きいのかなって思ってたんですけど、これって外していいんだよね多分。あ、外したらじゃーん、モニターになってる、すごーい。いや、なんか安くなってたんですけど2はね。でもせっかく新しいのが出たし、意外とお店で見たらそんなに重くなくて、モニターも大きいし、結構こう持ってる人に聞いたら2は結構画面がちっちゃすぎて何撮ってるのか見えないよってアドバイスをもらったので、これはね3を買いました。そしてね、あとマイクロ SD カード、なんかこのオズモポケット3なんですけど、普通に充電マックスした状態で撮るとだいたい70分とかまでしか撮れないらしいですよ。バッテリーも売ってるんですけどって言われたんですけど、結局これがごつくなっちゃうと、だったら2の方がいいかなとか思っちゃって、必要になったら買えばいいかなと思って、ずっとつけっぱで70分って言ってたから、とりあえずいいかなと思って買わなかったです。え、どこにさ差し込むんだろう。 SD カードはどこに入れるの。私さ、本当にこういうのさ見ないからダメなんだよね。見た方がいいか、さすがに見るか。こういうの私本当に見なくて、絶対見た方がいい。あ、横だって、あ、あった。ここに入れればいいのかな。ちょっと待って、ちょっと待って、説明ちゃんと見ます。ここに入れるらしい。あ、動いた、差し込むよ、いくよ、せーの。え、なんか出てきちゃうんだけど。あ、いけたいけたいけた。なんか出てきたよ。どうやってさ、あ、タッチ式なんだけど、すごー、日本語、日本語にしよう。決定。左端からスワイプして再生画面に入る。こうスワイプするんだね。あ、美顔効果オン。いろいろあるんだ。タップして撮影モードを切り替える。え、これ写真も撮れるの、知らなかった。そしてスマートジンバルモードを選択。なになになに、お、すごいすごいすごい。右下を押すと、今ね私の顔を、顔を持ってるわけではないんだ。ズームとかもできる。撮ってみよう、まず撮れんのかな。撮ってみますね一回。これ、あ、すごいことか。あ、すごい、見て見て、こうして横に向けて、すごい、これ本当に YouTube これ撮れる。あ、そのために買ったんだけど。撮ってみるよ。しかもね画質がめっちゃいいです。なん
かオズモポケット3は画質がね良くなったらしくて、めっちゃいいんだけど画質。撮ってみますね。こんにちは。ただいまオズモポケット3で撮っております。画質すごいいいんですけど、この感じで映ってるのかな。いい感じ。こんにちは。すごい。しかも今なんかね3時間32分って書いてあるから割と長く撮れるみたい。ちょっといろいろいじりたいな。ただいま撮っております。消します。楽しい。今日これでちょっと撮ろう。今日この後あれなんですよ、バイト。スパイファミリーをね見に行こうと、映画行くんですけど、ちょっとこれからさこのカメラでなんかもういろいろ撮りためていこうかなと思います。すごーい、嬉しい。やっぱなんか新しいもの買うときってさ、一人でこうやるより一緒になんか喜びたいじゃないですか。この嬉しさを共有というか一緒に見てほしかったので動画撮ってみたんですけど、確かね、この今撮ってるカメラを初めて買った時も一緒にね、動画を撮ったと思うんですけど、電源の切り方はどこですか？あ、説明出てきた。ここを押すと電源オンで、写真を撮る、録画開始、停止もここ。ここ長押しだって。ここを長押しすると電源がオフになって、ここでジンバル方向やズームをやって、一回押すと戻るだって。2回押すと再センタリング、3回押すとカメラの向きを変えられるらしい。はいはいはい。アプリ取れたかな。すいません、グダグダな動画になっちゃった。今アプリを取りました。接続してます。多分これ接続ちゃんとしないとこっちがきっと始まらないんだと思う。今やっと、あ、できた。いやでもよかった、できそうで。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。よかった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみ。ミルクティー、バーイ。見に来ました。てかもう見終わりました。めっちゃ燃えてる。映り良くない？いい。イエーイ。今からスパイファミリーのグッズを見に行きます。何買おうかな。これを買います。かわいい。開封します。好きなの当たった？一番かわいいやつ。一番かわいいやつ。当たりました。1個しか買ってないのに1個出た。すごいじゃん、神引きじゃん。やった。お寿司。私は大好きな納豆、ネギトロです。飲みます。はい、見て。あのね、顎にね今おできができてるから隠してんの。私のカメラのケースで隠すのやめてもらっていい？ちょうどよかった。